NZG 製のトラックの模型。NZG はドイツのニュルンベルクを拠点とするダイキャストのスケールモデルのメーカーで1、50スケールの重量物運搬車と建設機械の玩具と販売促進用模型を生産する。製品は亜鉛合金製で頑丈である。自動車の模型やジェット機やプレスによる模型も同様に NZG によって生産される。 NZG のウェブサイトによると1968年にゲルハルト・シュミト・ベティ・ハウアーによって NZG モデルが家具会社の2階で設立された。事業は間もなくシグマンド・ストラッサ工業団地の1万スクエアフィートの工場に移転した。最初の模型はウェザーヒュート車輪式機重機だった。1974年以降 NZG の商品構成は30に達し、 デビット・シンクレールのカタログに収録された。シンクレールは1960年代半ばにヨーロッパのブランドをアメリカへ最初に輸出した業者の一つである。以来、700種以上の異なる模型が生産され、毎年40万台以上生産される。1986年に会社の経営はインヘルート・ビヒとハネローレ・ハウアーが担当する。2000年に NZG は 完全にルートビヒ家から離れた。現在はインヘとマイケルルートビヒが会社を経営する。生産される縮尺は1、25と1、50と1、87と同様に商用車の模型を1、43で生産する。特別な模型は300台から注文生産に応じる。NZG は多様なフォークリフト、発電機、超大型ダンプ等の重機を商品構成に揃える。 キャタピラーと他のエンジンと機械も同様に手掛ける。道路用のロードローラー、アスファルト剥がし機、大型機重機、ドリルも同様に手掛ける。NZG 製のポルシェとメルセデスベンツのダイキャスト模型自動車は時折販売促進用に使用される。NZG のメルセデスダイキャスト販売促進用模型は一般的に販売会社で見られ単純だが、 青い印のある銀色の箱に収められる。コンポは、アウディの模型を販売する、コンラットモデルズと同様に、メルセデスベンツと同様に、BMW の販売促進用模型を手掛ける、カーソルモデルの概念に似ている。大半の模型自動車は1、43の縮尺だが、ナンバー82メルセデス420、500、560SEC クーペのようないくつかの、 模型はより大きい1、35スケールである。他のメルセデスの車種は 380SEC、500SEC と280セルセダンである。台座には、ドイツ連邦共和国製と記される。台座の注意書きにはこれらの模型は、玩具や子供向けではありません、と記される。大半の NZG の自動車は1980年代から1990年代に、 生産された。多様な商用車も同様に1990年代に生産された。2002年にはトラックや建設機械に注力し続けたので自動車の生産はなかったとみられる。多くの自動車模型が生産され、手頃な値段で入手できた。シンクレール S1974、ガーディナーオニール1996、ピアニッシモも76から77。 ありがとうございます。